表彰状。この表彰は県内の経済団体や企業などで作る長崎女性活躍推進会議が行っているもので、今年は県内の4つの企業と法人が大賞に選ばれました。このうち長崎市のシステック井上は、育児と仕事の両立を目指し、労働時間を自由に決められるフレックスタイムを全社員を対象に導入したことや、女性社員の声をもとに事務所を改装する風通しの良さなどが評価されました。今会社全体として女性進出してきてるし、管理職も何人かいるんですけども、お客様の提案に関してもいろんな女性のならではの感性を生かした提案とか、そういったことができればいいなと思ってます。長崎女性活躍推進会議では、今後も県内企業の経営者らを対象としたセミナーを予定していて、女性の活躍の場を広げることにつなげたいとしています。